山本邸は東京都葛飾区柴又7丁目にある1920年代に建てられた近代和風建築の邸宅。現在は葛飾区の所有となり一般公開されている。虎山記念館の裏にある。建築された年は不明であるが、大正末期から昭和初期に増改築を重ねて現在の姿になったとされている。もともとこの土地は庄屋の鈴木家の土地で、 1923年の関東大震災まで鈴木家はこの場所で河原工場を営んでいた。現在の山本邸を構えた山本栄之助は浅草でカメラの部品を製造する合資会社山本工場の経営者で住居も浅草小島町にあったが関東大震災で浅草が被害を受けたため芝又に移転。この際に 鈴木家の河原工場跡を取得し移転した。以後、山本家が住んでいたが、1988年3月14日に葛飾区の所有となり、1991年4月から一般公開された。現在では、伝統行事の披露会や琴の演奏会などが開催されている。2003年7月28日に東京都選定歴史的建造物に選定された。 番号は62番。2018年には、葛飾柴又の文化的景観が、重要文化的景観に選定されており、山本邸は景観の一翼を担う。縁側のガラス窓などに象徴される、近代和風建築で、洋室応接間には、ガラス製ペンダント照明や、大理石のマントルピースを配置するなど、和洋石衷の内装が施され、当時の富裕層の生活が伺える。 書院庭園は広くはない敷地ながら奥行きを感じさせる工夫がなされている。米国の日本庭園専門雑誌 Journal of Japanese Gardening が毎年行っている塩祭ランキングでは2003年の開始以来上位に入っている。塩祭ランキングは今現在庭と家が一体となった日本的な生活環境を楽しめることを評価する性を掲げており、 山本邸は、ホスピタリティ面も含めた、おじいちゃんの家の座敷で美しい庭を見ながらのんびり、過ごすような和みの空間が高い好感度を得ている。ありがとうございます。